はい、おはようございます。沖縄の鈴木でございます。さあ今日もねやっていきましょうか。集まれ動物の森ということで、現在の時刻は2020年5月18日午前8時42分です。まあ今日はちょっとねいつもよりも早い時間からやることができております。で、ウータさんからもお知らせがありますので、それをお伝えいたしますね。5月18日から5月31日までの間、国際ミュージアムデーに合わせて博物館でスタンプラリーが開催されています。ということで、興味がおありでしたらぜひチャレンジしてみてくださいね。では今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。了解です。さて、さあというわけで、今日も頑張ってやっていきましょう。それで、まあ、昨日ちょっとここらに放り出した、あれこっちか。はい。まあ、ウリ、ね、買いました。これはちょっと違うんだけど、昨日ね、まあ、ライブでやったじゃないですか。まあ、ウリを買いまくる。すべての財産使って、もうお金がね、何やってんだ。お金がね、はい、残り756ベルしか残ってない。それでも、まあ、とにかく手持ちのお金を全部使って、ウリを買いまくるということをやっていたら、まあ、みんなもね、参加してくれて、お金をどんどん寄付してくれたわけですよ。で、その結果として、よいしょ、ミスった。その結果としてね、ものすごい数のウリを購入することができて、現在のウリは、あれ、こっちだ。はい、こんだけウリがあります。いくつあるの結局。1,2,3,4,5,6,7,8,9 の。あれ ?5000 株ぐらいあるんじゃ。ウリじゃない、株。5000株ぐらいあるんじゃないこれ。だって9の1,2,3,4,5。45、46、47、48、49で向こうにもあるからやっぱ50、ちょうど5000株あるわ。どうしよう、どうしましょうねこれまあというわけで、今日の株価、調べに行こうと思います。いきなりこう高く売れる日だったらもういいんだけど、とにかくね、あのもし株価がむちゃくちゃ上がってる島があったら教えてください。今週中はそのニュースがあったらもうすぐ遊びに行きます。さあ、いくら？ほい。ガンツの玉、違う。はい。ええ、買い取って、まずは。なんか売るものあるかな？ねえな。はい、じゃあ株価調べます。で、株価のなんか予想ツールっていうのがあるらしくて、ちょっとそれにね、はい、数字を入れていくことで予想ができるらしいんですよ。で、現在の株価は1株96ベル、昨日買った時の株価っていうのは110だったんで、ま、今売ったらまとんでもない大損だよね。96ベル、大損だよ。こんな金額では売れないな。ちょっと96、初日から上がってることを期待したんだけど、これガンツじゃなくて多分あれだよ、バランスボールだよ。やめとく。わかりました。じゃあ行こう。96ベルか。本当に株価上がるのかな。上がってくれるといいな。おはよう。そうっすね。さて、じゃあスタンプラリー行こうか。おはよう。秘密、なるほど。初日からもっと上がってることを期待したんだけど
96ベル。まあ、微妙にちょっと。というわけで、来たっすよ。スタンプラリアに。そうですね。本日はなんと、国際ミュージアムデーということで、スタンプラリーを開催しているんです。虫、魚、化石、それぞれの展示室にスタンプ台を3つ設置していまして、個別に報酬をご用意しております。博物館を見学される際には、ぜひ挑戦してみてください。よし。じゃあ、とりあえず化石の鑑定済ましたから行ってみるか。1個、2個、3個。はい。はい、了解。全部寄贈はできない。よし、間に合ってます。じゃあスタンプラリーよし、じゃあスタンプラリー行ってまいります。どれがスタンプ台なん、これか。はい。よし。え？なんか結構簡単だな。次、擬態する虫。どのあたりだろう。こっち？擬態する虫のスタンプ。あった！これか。はい。はい、というわけで、虫ゾーンは終わり。はい。結構簡単だな、これは。簡単だ。全部のスタンプ集めよう。それで、次、化石、水族館、魚、どっち行こう。まあ、とりあえず、行くぞ。行こう。どっちから行こうかな。まあ、水族館の方だな、先に。あ、魚の方。化石だいぶ揃ってきてるから、ちょっとそれを見ながら。魚は、どこだ、魚。ここにもう入り口のところに2つあるよ、これ。川の始まり。アマゾン川、アビス。こっちはアマゾン川。はい。アビスって言ったらなんか深海っぽいな。深海だよね。こっちにありそうな気がしてきたんだけど、あった。よし。では。よし。はい。魚もスタンプラリー達成。結構簡単だ。結構簡単。あと恐竜ね。結構簡単だな、マジで。どうしよう。前回のあの迷路に比べると全然、迷路はちょっと厳しかったよ。厳しくはないけど、けど、まあ、確かにちょっと考えながらやった。よし。さあ、行こう。化石はどんなのがあるの？あ、あった。あとは翼竜新世代の部屋。ふぃーん。ここは本当にもうだいぶ集まったんだって、もうほとんど全部集まってるよ、ここ。次、翼竜っつった。ああ、あった。実は恐竜じゃないんだ。へぇ。では、次、新世代の部屋。多分こっち。これまだ頭ないんだ。
多分ね、こっちだと思うんだ。新世代の部屋。この辺り。あれ違うよね。ゴミ箱です。多分この辺りにあった。これね。うん。後ろのシルエットって。あ、今頃分かった。どういう風に進化していったかっていう図を、そのラインなんだな、これ。うん、それをちょっとデザインしてたやつって感じか。うん。すごいすごい。そうやって考えるとすごいね。ほら、もう恐竜から始まって、これ翼竜のところからラインが出たらこう。で、普通に恐竜から始まってこういう風に分かれていってるっていう。ちょっとこの翼竜のラインだけ確認してみよう。本当に翼竜から来てんのかな？翼竜か、鳥。うん。今気がついた。これね、このラインが鳥のところにちゃんと繋がってるかどうか。一応繋がってるっぽいな。うん。やっぱ鳥からこういうふうに繋がってってる。んで、一番最初のラインがこう来てますと。今頃この線に気がついた。奥が深い。うん。こっからね、スタートしていって、まあ、こういう風に進化していってるっていうラインだな。今頃気がついた。いいね、勉強になるな。なんだかんだで。さあ、とりあえずスタンプラリー全部回ってきたよ。うん。うん、はい、何？はい、うん、虫のスタンプの成果はどれ？これか、虫の壁飾り。はい、次。はい、写真は撮らなかったけど、はい、また、うん、これでもらったのは魚の壁飾り。はい、次恐竜の壁飾りかなんか。はい、うん、これで全部集まったと思うんですよ。うん、はい、お願いします。うん、え、本日分って毎日やるってこと、ひょっとして。おい、よろしくっす。毎日やるってこと、ひょっとして。ちょっと明日もチェックしよう。うん。毎日やんの？毎日やるのかな？どうしよう。まあ、そこはちょっと、予想外の展開っす。お金が欲しい、お金が欲しい、お金が欲しい。よいしょ。やっぱ化石の壁飾りか、恐竜じゃなくて。よいしょ。あとこっちの方にある、ない。うん、ない。貝殻を拾って回っての、まあ、今日はね、そんなこんなで、ちょっと一旦それで、もうちょっと株について、ネットとかでね、調べてみようかなって思ってます。とにかく、一番最初、初日に買ったのが110ベル。これ何？それで、今日の株価が96ベル。マルタのロングソファーってどんなんだろう。これか。それで、とにかく96ベルでした。今日売るとまあ大損なので、今日は売らないけれど、とにかくまあみんなのね、島で株価がむっちゃ上がってるっていうのがあったら、ぜひ呼んでください。株買いに行きますよ。しかもこれ全部持って、
ってくっていうことになったら大変なことになるな。本当出たり入ったりの繰り返しになるかもしれないけれども、頑張りますよ。頑張ります。なので本当マジで教えて。ちょっとこの株使ってお金いっぱい儲けて、貯まったローンを返済したりさ、足をちゃんと作ったりとか、そういったことをもうちょいきちんとやりたいな。いや、なんか株買いまくりの、なんか、トレーダーっていうのこういうの、なっちゃいそうだけど、まあ、確かに今までのね、動物の森シリーズでも、株あんまりやってこなかったわけよ。なんかめんどくさくて、やってこなかったんで、ちょっと今回の動物の森ではね、株、できる範囲でやってみようかななんてことも、今、昨日あたりからちょっと考え始めております。いけるかな？お、こっちにも。なんか今回化石いっぱいあるっすけど。もう一回化石判定に行こう。どれぐらいまで株が上がるんだろう。で、ちょっと株についても研究して、こう、株での儲け方みたいな動画できるといいね。いつ作れるんだろう。はい、お願いします。化石の鑑定です。こいつと、こいつと、こいつ。あ、そうだそうだ。さっきもらってきたものがどういうものかっていうのもちょっと。はい、全部売るやつか。はい。じゃあちょっとさっきもらってきたやつをちょっと、飾ってみるわ。どういうの？はい、そういうわけで、さっきもらったやつ、ちょっとこっちの飾ってみようかと思います。これね、虫の壁飾り。あれ？こっちでいいか。飾ってみよう。虫の壁飾り。次。違う。魚の壁飾り。それから、化石の壁飾り。こういうやつか。位置がずれてるのは後で直すとして。まあ、こんな感じで、こんな感じですね。こんな感じか。いや、今直しちゃおう。位置がおかしいな、今直そう。どうしようかな。こんな感じで、振りか。はい、つうわけで壁飾り、飾ってみました。はい、というわけで、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにします。まあ、とにかく株、大損こくわけにはいかないんで、本当に株価が上がってるっていう情報があったら教えてください。今週はちょっとね、株価チェックしながら頑張っていこうと思います。というわけで、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。